こんにちは、あかりでーす。皆さん、ゴールデンウィーク明けましたね。どうでしたか、ゴールデンウィーク。楽しかった？休めた？仕事あった？今日はですね、もうお腹が空いて仕方がないんです。私もうお腹が空いて仕方ないんです。この格好を見てやる気なんだダークトップお姉さんということで、今日はじゃーん、マクドナルドを爆食していきたいと思います。イエーイ。タツタを食べてなかったなと思って、もう4月ぐらいに出てたんだけど、最近マック食べてなかったよね。なので爆食していきたいと思うんですけれども、昨日さ、めっちゃ久しぶりに飲みテキーラ飲んだから、めちゃめちゃ二日酔いってまでもいかないけど、ちょっとなんかだるい。はい、では今日の爆食メニューをご紹介しまーす。まず1つ目、マックフィズの3種の柑橘ミックスってやつですね。美味しそう。美味しそう。いただきます。わっ、美味しい。美味しい。そして爽健ビッタ、ちょっと爽健ビッタあることによってちょっとだけなんか体型維持意識してる感じね。で、次に、はい、ポテト。結構うちに届いてすぐ取ってるからね。ちょっと冷めてる。うん、やっぱちょっと冷めてる。美味しい。まあ、冷めてても美味しいからね。そして、チキンタツタ。じゃーん。てか、すごい、コナンのパッケージだ。名探偵、コナン。コナンの映画見たよ、私、この間。超良かった。うん。今年の新作っぽい。油淋鶏チーズチキンタツタ。これめっちゃ美味しそう。あ、これもコナンで。青色。ページと数入る。そしてこれも新作っぽい。ご飯チキンタツタ。美味しそう。お米も食べたいから。嬉しい。あとは、じゃん。新作。メープルバターホットケーキパイ。でーす。以上の品を爆食していきたいと思いまーす。お腹空きすぎて、ほんとマジで。イライラしてるから。ガチで。ガチで。ほんと。よし！オッケー！食べよう食べよう食べよう！いただきます！まず何から食べよう。このね、私もう油淋鶏チーズチキンタツタが気になりすぎてやばいの。やばくない？見て。めっちゃ美味しそう。これは絶対美味しいと思う。なのでこちらからいただこうと思います。いただきます。いただきます。激うま。全部ちょっとずつ食べたいんだけど、マジでお腹空いたんだよ。これも食べていい？ご飯タツタ。ちょっと待てないから先に。おいしい。あっさり。醤油っぽい香りがすごいする。あっさり美味しい。あ、でもこれめっちゃ美味しい。油淋鶏チーズ。激うま。なんか、ゴールデンウィーク結構食べてる。結構食べてる。食欲戻ってきた。からなんか、体重的に痩せてるじゃん。だからまあいろいろ食べてるんだけど、なんかそんな多分食べ過ぎてないから、ここで爆食とか最近あんま取ってなかったから、そんな増えてないけど、やっぱ爆食すると一気にギトギトになりますよね。断然食べるね。これが美味しすぎるから。
このね、パンが好き、まず。このちょっと、なんだろう、ふかふかパン？このバンズがいいし、油淋鶏ソースがね、うますぎ。でもなんかちょっと和を感じるから、和食とパンを食べている感じがします。通じる？あのソースがあることによって、お肉がジューシーに感じるんだよね。結構チキンタツタって、ちょっとパサパサ系じゃん。さっぱり系？けどこの油淋鶏ソースでジューシーに、そしてハイカロリーを感じるので、しかもチーズが入ってる。しかもこのタルタルソース、もういろいろ組み合わさって、ハイカロリーの味がするので、それは美味しいに決まってる。うまーい！もうやっぱりこういうちょっと体に悪そうな味大好き。最近さ、こういう食べ物食べてて思ったんだけど、最近の悩みっていい？もうガチで、食生活がもろに顔に出るなって思ったの。もろに。で、私最近の顔を自分でこうやって鏡見てて、なんか、大丈夫みたいな習慣があって、まあ、今もちょっと昨日今日はなんか美女調子いいんだけど、先週とか私甘いの好きだからさ、甘い食べ物ばっか食べてたのね。おはぎとかチョコレートとか、あとまあスタバ飲んだり、スタバでもこうなんかケーキとか頼んだり、なんか夜中糖分高めのやつは食べてたの。そしたらさ、顔がさ、なんかドス黒くなってきてて、これ絶対食べ物のせいだと思って、絶対糖分のせいだと思ってた。もう私の食生活をさ見てさ、指摘とかされたこともあって、なんか結構もう糖分とかめっちゃ取ってる、本当に老けが早くなるよみたいな。で、そんなさ、20代前半の時なんてさ、そんなの気にしてないしさ、そんなのが、ね、とか思ってたけど、マジそれなみたいな。正解だから、本当に、あ、めっちゃこれ甘いものばっか食べたら、本当に体に悪いわと思って、もう顔もすごい出るようになって、前まではそんな出なかったけど、今すごい出るんだと思って、もうショックショック。だから本当に食生活結構気をつけないと、もっともっとこれから年を重ねてったら、もっともっと出てくるんだなと思いました。でも本当に維持とか大変じゃない？その老けないようにっていうか、なんか年を重ねたら、年を重ねた分素敵なシワとか、全然私年を重ねることは正直そんな怖くないんですけど、できる限り抗いたいじゃん。できる限りちょっとこうピチピチで痛いというかさ、昔よりはどんどんいい女になっていきつつ、美容もお金をかけて維持していきたいんだけど、そのためには本当に食生活、こういうの毎日食べてたら顔などがもう本当一通りドス黒くなっていくって思ったから、気をつけるし、皆さんそうならない？これアラサーの悩みで、これを友達に相談してたら、なんかマジで私最近顔黒くてみたいな、なんか絶対糖分のせいなんだよねみたいなって言ったら、なんかいやでも本当だからサプリとか飲んだ方がいいよみたいな感じになって、ビタミンとか取った方がいいよみたいな。多分糖分の取りすぎっていうよりかは、本当偏ってるし、必要な栄養素を多分取り入れてないことが多いから、なんかそういうのを補うためにサプリとか飲むのを習慣づけるといいよみたいになって、年齢感じる、年齢感じてます心の中は23歳4歳なんですけど、27歳年齢感じています。おいしい、お米おいしい。パンよりお米の方はまだ健康に気使ってる感じ。そんなことない。でもさ、モデルさんのあの富永愛さんとかって、なんかラーメンは年に1回みたいな感じで確か言ってたんですよ。え、それは無理。なんかそうすごいな、さすがだなって思ったわけ。もうそれはさ、もう職業がさ、モデルさんだったらさ、もうそれぐらいやっぱストイックに食生活とか気をつけてると思うんですけど、ほんとでも無理。やっぱ好きなものを我慢するのはやっぱり難しい。難しいの。たまにやっぱこういうの食べないと、なんかもう、あーってなる。こういうの食べたいから私は。ラーメンとかも絶対食べたいし、甘いものも食べたいし、こういうの食べたいし、我慢する方がニキビとかできてきそうだから、我慢はしないんだけど、でも例えばさ、これ食べた次の日とか、食生活気をつけるけど、なんかそれを食生活を正す。もう本当にチートデーの他の日は正すっていうことに気をつけないと、偏ることをしてしまうとマジで顔がドス黒くなるから、本当にマジ気をつけて、みんな。みんな気をつけてるか？私だけ？こんな気にしてなかったの。そんなさ、言うてさ、あ、なんか好きなもの食べとった方がいいでしょって思ってたんですけど、最近は、はい、ちょっと意識することを学びました。おいしい。でも美味しいの食べれて幸せ。幸せ。あとは歩いたりとか、なんかちょっと動く。あ、
もうなんかちょっと、まあったかくなってきたっていうのもあるけど、すごいうちは楽しくなってて、ちょっとだけ健康のために歩こうみたいな、少しだけの歩く意識、それだけで違う気がするっていう、少しそういう思考になっていました。これ食べよう。メープルバターホットケーキパイ。これ絶対美味しそうじゃない？私パイ大好きだからさ、マックの中の。でもこれガチ真剣な悩みだよ。本当に。こんなさ、今もうメープルパイにさ、話が行こうと思ったけどさ、でも本当にこれうちガチでびっくりして、本当に鏡見てさ、とんでもねえって思ったもん。ガチ慣れた。もう、だから、もうすぐに肌治療予約したもん。初めて行くクリニックなんだけど、なんか肌専門みたいなところ予約して、肌治療しようと思って。でも、あとは、水分不足。水をあんまり飲んでなかったなと思って、やっぱ水飲んでる時、本当に肌綺麗。それこそトーンアップしてるし、なんか肌ツヤがいいし、なんか白く見えるから、なんか水分マジで大事。はい、これ食べます。なんかすごい分厚いんだけど。いただきまーす。うん、おいしい。でもなんかいつものパイって感じじゃない。ホクホク、そういう感じなんだ。おいしい。うん、おいしい。結構お腹にきますね。やっぱバーガー2個食べると。まだこの子がいますが、なんか最近韓国ドラマの涙の女王を見てるんだけど、もう多分完結したらしいけど、私はまだ見てるから楽しみなんだけど、もう主人公が可愛すぎて、今月私鼻の整形するじゃん。だからどの鼻にしようと思ってさ、どういう感じの鼻をこう理想として先生に渡そうと思ってるからさ、もうそういう韓国ドラマさん、韓国ドラマさんじゃ韓国女優さんのさ、綺麗なお顔を見るとさ、この鼻かわいいみたいな感じでさ、鼻の資料を集め中見る視点ちょっと違うよね。でもなんか普通にめっちゃ物語も面白いし、主人公の女の子がめっちゃ服装変わるんだけど全部おしゃれなの。韓国のさ、ドラマってマジおしゃれじゃない。なんかお洋服とかもさ、すごいさ、いろんなブランドさんのお洋服使ってるからさ、なんか視界が楽しいよね。なんか色彩の感じがすごい綺麗な気がする、韓国ドラマって。鼻楽しみだし、早くやりたい早くやりたいなと思ってるんだけどさ、そう、この間包茎しましたみたいな、東京パイしましたっていう動画出した時に、多分うちがめっちゃ嬉しそうだったじゃん。だからすごいさ、コメント嬉しくてさ、コメントもなんかめっちゃ言われるかなと思ったの、うち。けどなんかめっちゃ嬉しそうで、ほんとよかったみたいな感じで、すごいコメント溢れてさ、やっぱうちの温度感ってさ、超伝わるんだね。なんかね、なんか私めっちゃ言葉下手だなって自分で思ってるからさ、動画とかでさ、とにかく嬉しいんだよねっていうことをさ伝えてもさ、言葉が下手だからさ、伝わってるかが謎だし、なんかうまく伝えなかったなとか思うんだけど、今回はこの動画も毎回うまく喋れてるかなって感じなの。だから東京のやつもなんかすごく嬉しいことを伝えたいし、本当にうちは満足なんだみたいなことを伝えたいんだけど、みんなそれだけ伝えるから、細かい説明とかがさ、ちゃんとさ、うまく伝えれてなかったかなと思って、なんかビクビクしてたんだけど、嬉しさが伝わっててくれてよかった。鼻もすごい満足してるんだよねみたいな感じで言えたらいいなと思って、楽しみです。何事も起きないように。うん、うんうんうん、うわ、お腹がちょっと苦しい。お腹ちょっと苦しくないだけだ。オーラル系のリップ最近すごい好き。唇が美味しそうに見える。韓国女優さんとか超綺麗なのね。年もさ、主人公の方めっちゃ若く見えるんだけど、31歳とか、めっちゃ綺麗なんよ、マジで。美容方法教えてほしいよね。肌治療も何やればいいんだろうと思ってるもん、私。どうしようって。だからとりあえずクリニックに行って、肌をとにかく綺麗にしてほしいですって言おうと思って、さらに綺麗にしてほしいです。ここもボトックスどうかな、どうしようかな。でもほんとさ、マジ、それぐらいなんか、やっぱ年を重ねるほど、どんどん美容にかけ方がちょっと変わってくるなって思う。ほんと。ほんとよ。前まではそういう切る施術とかすごい多かったからさ、私は。今度はこう、維持していくためにお金を使っていき、抗っていくためにお金を使っていく。美活は止まらないわね。そして、チキンタツタ。王道チキンタツタいただきまーす。
やっぱ王道チキンタツタ美味しいわ。全部がちょうどいいわ。1個目の油淋鶏チーズよりはあっさりめだけど、でもなんか十分。あんまやっぱりギトギトしたものはね、これから体が受け付けないようになってくるのかな、私って。どうなんだろう。油淋鶏チーズバーガー、ご飯のタイプ、このチキンタツタっていう、そのパン、ご飯、パンっていうのが今すごいいい感じに胃袋に入ってる。28歳からどんな悩みが出てくるんだろう。29歳はどんな感じなんだろう。30代はどんな感じなんだろう。ずっと綺麗でいたい。なんかよく褒めていただいたり、もう十分じゃないみたいな感じで言っていただくこと多いんですけど、やっぱり時代とともに合わせて、年とともに合わせて、なんか新しいやっぱ施術とか興味あるしね。ずっと綺麗でいたいなって思うけど、でも本当に食べ物大事だから、でも今日はそんなこと忘れちゃう。忘れる日はないとさ。だって幸福アドレナリンがこんなに出てるんだもん。もう5月だから5月病がやってくるかな、このゴールデンウィーク明け。みんなもいつもお疲れ様だね。考えることいっぱいだね。仕事も考えなきゃいけないし、美女も考えなきゃいけないし。もうさ、だってすぐネイルの日来ない？すぐ松葉の日来ない？本当に美容って大変。でも美容してたい。苦しい。美味しかったマクドナルド。お腹いっぱい。食べ過ぎだよね。でもバーガー1個って足りんくない？この間ハンバーガー屋さん行ってさ、普通にまあセット頼んだんだけどさ、さすがに家じゃないからセット1個で収めるんですけど、セット1個じゃほんと当たんないんだよ。本当はね、シャルセットママとシャルホで、シャルセットね。こいつ歯磨きしてもね、シャルの口どうしたらいい。みんなかわいい、くしゃくてもくしゃくてもかわいいって。人間だったらありえないから、人間だったら臭かったらすぐに嫌われるから。みんなさ、嫌いな人っている？なんかさ、すごいその話を友達としてたんだけどさ、なんか嫌いって感情ってある？嫌いみたいな。その瞬間はあったとしてもさ、嫌いな人っていますかって言われたらさ、マジいないんだよね。よく自分で考えたんだ。ちゃんと嫌いな人っていないわ。記憶にない。記憶からいなくなる。本当の嫌いは無関心だね。確かに。っていうね。なんか納得今。というなんか適当な話の爆食タイムでした。みんな一緒にご飯食べれましたか？この人の食べたすぎて私に近寄ってきました。みんなもマクドナルドとか食べれる時に食べといた方がいい。食べれなくなるかもしれないからさ。ねえ、いつさ、ダメって言われるかわかんないからさ、マクドナルド食べちゃダメって言われたらさ、ね、意識変わるかもしれないし、もっと、もうマクドナルド私は年に1回だけにするとか言い出すかもしれないし、うちが言い出すからそれはないか。でも、食生活、塩分、糖分、気をつけよう。そしてみんなビタミンを取ろう。という、27の私からのメッセージでした。そんなの分かってるよって人もいるかもしれません。より一層私たち気をつけていきましょう。ごちそうさまでした。これはちょっとゆっくり食べます。また次の動画で。バイバーイ。マジちょっと今日会話適当だったわ。ごめん、なんか喋り今日なんか
本当にぐちゃぐちゃだった。ごめん。おやすみー。